ちは、シエルです。明日ですね、久しぶりに美容院に行こうと思っていて、美容院に行く、まあ、ビフォーアフターの動画を撮りたいなと思ってるんですけど、4ヶ月か5ヶ月ぶりの美容院かと思います。かなり久しぶりですね。私は普段マジシャンのお仕事をしてるんですけど、3、4、5、6、この4ヶ月間仕事をほとんどしてないので、まあ、ステージに立ったりとか人前に出ることそんなにしてなかったのと、あとは本当に自粛をねずっとしてて、毎日家にいる生活だったので、まあ、美容院だったり、あとネイルとかも、まあ、ずっとお休みしてたんですけど、まあ、ちょっとやっぱこう気分転換でね、やっぱ髪の毛をね綺麗にしてね、ちょっと気持ちをねこう切り替えていきたいなっていう、そんな思いもあったので、ちょっと変化できたらいいかなっていう風に思ってるんですけど、ちなみに一番最後に美容室行った時に、ね、失敗されたんですよ、美容師さんに。そうで、それが ね、たまたまその日に、そう、担当の人が体調悪くて来れなかったんですよ。で、それで代わりの方にやってもらったんですけど、カラーをしたんですけど全然染まらなかったんですよ。で、それで普通にね、美容師さんにね、失敗しましたって言われたの。そう、素直に謝られてしまって、3万円ぐらいしたんだけど、お金はね全額一応支払いして、逆にでもね、こう染まらなかったからこそ、今4ヶ月ぐらい美容行ってないけど、カラーのその伸びたところの境目みたいなのがそこまで目立ってないのは、逆にその前回染まらなかったからかなと思って、そう、すごいちょっとポジティブにね考えたんですよね。私は髪の毛コンプレックスなんで、とにかくね髪の毛が硬くて多くて太くて、量がものすごく多いんですよ。そう、一番はねボリュームを抑えることなので、ちょっと明日ねその辺はまあ美容師さんにねちょっとお伝えしてね、綺麗にしてもらいたいなと思います。この後ね美容院に行ってきましたのアフター動画も撮りたいと思います。全然変化ないかもしれないね、こんな感じです。というわけで4ヶ月ぶりに美容院に行ってきました。本当はカットからトリートメントストレートをやろうと思ってたんだけど、ちょっと今回ね私のちょっと毛質的にカラーの方がねできなかったので、色はね染めてないんですよ。カラーなしな感じなんですけど、髪がトゥルトゥルに蘇りました。すごいね綺麗、すごい綺麗とか言って自分で言っちゃった。私髪の毛コンプレックスなんですけど、友達がそれ知ってて、で、髪質っていうのかな、すごい変わるから行ってみなよっておすすめされたところだったんですけど、まさにって感じで、そのなんていうのかな、ストレートの神様みたいな感じの美容師さんで、いろいろ髪の毛のこととかね教えてもらいながらやってたんだけど、そうそう、すごかった、すごい良かった。で、10センチぐらいね髪の毛はね切ったので、まあ、10センチぐらい短くはなってるんですけど、今回染めれなかったんだけど、実はそのストレートのなんていうの、その薬剤で、なんかね、色がちょっと変わったんだよね。あとね、美容師さんに言われた、多分もともと私、伸びてくる髪の毛が結構茶っぽいんだって、黒じゃなくて。だからね、そこまで今、なんだろう、パツンみたいな感じでね、色が変わってないから、まあいっかと思って、最初は美容師さんにも、あ、カラーもできますよっていう感じだったので、色どうしましょうかみたいな話してたんだけど、ストレートをやった時に、ムムムってなったみたいで、そう、私やっぱね、毛質がね、大変な厄介な毛質なんですよ。そう、それで、まあ美容師さんが、今日はカラーやんない方がいいなっていう判断をしてくださったので、よし、OK っていうことで、そう、それでね、やめたんだよね。本当はできるらしい。ただ、私の髪の毛が、ブリーチしてるぐらい結構弱なんだよね。まあ、カラーをやるんだったらまた後日っていう感じになったんですけど、その分ね今回ちょっとこのトゥルトゥルを重視してやっていただきました。すごいトゥルンってなった。これなら湿気の多い梅雨の季節も乗り越えられそうって感じ。私まあ髪の毛すごい長かったんだけど、私身長153センチなんで、まあ背が小さい方なんですよね。だからやっぱね髪の毛長すぎない方がいいよということで、そうなので、まあ10センチ切って、本当はねもっと切ってもいいよぐらいな感じだったんだけど、やっぱ冒険できないんですよね。短く切ることもできず、あと前髪とかも今回作れるよって言ってくださったりとかしたんだけど、なかなかできませんね。髪型結構ね難しいなって自分の中で思ってるんだけど、でもまあほんとね髪質がこう蘇ったじゃなくて、もうほんとにトゥルントゥルンになったので、そう、すごい嬉しいです。
あとやっぱ美容院行くといいよね。やっぱこう気分が違うから、やっぱもうちょっとちゃんとさしなきゃなって思いました。お金と時間かけなきゃなっていうのを思いましたね。ちょっとシャンプーとかトリートメントの話を聞いてて、そうで私ねおすすめされたのが楽天で売ってるナデルっていうシリーズの、まあ、シャンプーとトリートメントは私の髪質に合うっていうことで、そう、それがねなんとね泡のシャンプーらしいんですよ。そう、泡のシャンプーって今まで使ったことなくて、で、まあ、やっぱねシャンプーとかそういうトリートメントって本当ね髪質によるんですって。もうそれぞれらしくて、そうで私はそのナデルっていうもので、泡のシャンプーがその頭皮とかの何洗浄とかじゃなくて、完全にこう髪の毛のダメージっていうのかな、なんかそういうものをまあいたわってくれるっていうのかな、そうケアしてくれるものらしいので、そうなんかね言われたのは、まあ普通の市販のシャンプーとかで頭皮を洗って、そのナデルのシャンプーでまあ二度洗いっていうのかな、そうするといいですよみたいなこと言われたんで、シャンプートリートメントとあとこのブラシセットみたいな感じで、そうまあそういうのもねちょっとプロの方に聞けてよかったなと思いました。イメチェンはできなかったか。イメチェンっていう感じはさ、なんか色も変わってないしさ、ただ短くなっただけなんで、イメチェンっていうほどの変化はないんですけども、確実になんかちょっと髪質っていうのかなは変わったのでよかったです。そうあとさ、あの髪の毛コンプレックス、特にこう毛量っていうのかな、髪の毛多いあるあるなんですけど、髪の毛が多すぎる人って中を好きすぎちゃうとダメなんですよね。こう短い毛が中にたくさんあると、その分ボリュームがブンってなっちゃうんです。今日のね美容師さんは一切ねつかなかった。うん、やっぱすいたらダメなんだろうね多分。なんか量が多いからって中をこう薄くしちゃねいけないみたいです。髪の毛っていろいろ大変だよねみたいな感じです。美意識っていうのかな、そういうのをねやっぱ定期的にちょっとね高めていかなきゃいけないなと感じました。はい、なので今日はねすごい行ってよかったなと思います。髪の毛綺麗になったねとか、あの褒めてくれると嬉しいです。コメント待ってます。はい、というわけで今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。